はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語連体詞丸一をお送りします。で、前回までで名詞、あと代名詞と指示語化をやってね、やり終わったんで、今回連体詞いきます。ちょっとね、動詞と迷ったんですが、連体詞からやっていきます。で、今回はポイントの中に2つ、ここね、2個言葉が入って、あと3つじゃねえ、5個ね、問題がありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって不安なところがあれば、今からね、説明しながら問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番のポイントから書いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずポイントですね。で、連体詞が今回の主役になってると。で、これは復習になりますけど、連体詞っていうのはまず自立語です。で、この、連体詞自立語だっけ？ってちょっと思った子は、ぜひですね、15番かな？そう、このシリーズの15番の動画を見てみてください。こっから始まる表をね、こう、書いたんですけど、そこで自立語のグループに入ってます。連体詞っていうのは。で、しかも、自立語の中でも活用がほにゃらら。これは、活用がないグループに入ります。連体詞はね。で、また、常にほにゃらら就職語になると。で、これ、なんとか就職語ってね、まあ、連体か連用、ほとんどそれになりますけど、で、連体詞って言ってるから、もちろん、連体就職語になります。連体詞はね。つまり、体現。それを就職する言葉、上からね。で、ここで、連体詞は樽の中って書きました。これは勝手に俺が言ってるだけなので、まあ、使いたかったら使ってください。覚え方として。俺がよく連体詞は樽の中って覚えてるんですけど、これはね、連体詞は5パターンあります。大きく分けて。で、それが、ほにゃららた型、ほにゃならる型、ん？ほにゃららの型、ほにゃららな型、あとその他です。で、その他をその他って読み替えると、かが入ってるじゃんか。すごい無理やりなんだけど、かが入ってるんで、たるの中って俺は覚えてるの。ね、他って無理やりだったなっていう、そのセットで一緒に覚えてください。で、おそらくみんなが使ってる教科書だと、多分ね、ここの、たるのなの順番が、のなたるかな多分。のとなが一番よく出てくるから、そっちが先に来ると思うんですけど、まあ、たるの中って覚えると、俺は覚えやすいんでね。まあ、もしよかったら使ってください。で、どういうことかっていうと、例えば、ほにゃららたがたっていうのは、大したとか、飛んだとか、これ、大になってるけどね。まあ、許したくて、それは。飛んだとか、こういったのが連体詞のね、一例としてあるんです。よく出てくる連体詞ね。で、る型は、あるとか、あらゆるとか、さるとか。で、の型は、この、その、例のとか。で、な型が、小さな、おかしな、いろんな、みたいな。で、その他でよく出てくるのが、我が。ね、例えば、我が、なんだろう、我が日本とか、そんな感じ。で、あと、あらぬですね。で、ちょっと気をつけてほしいのが、まあ、飛んだっていうのは、飛んだ災難って、これ、例で書きました、一応。飛んだだけだと、何か鳥が飛んだみたいなイメージになりやすいんで、そうじゃなくて、飛んだ災難とかっていう時の飛んだです。で、もう一個、猿も、誰かがどこどこを猿っていう意味じゃなくって、猿2月3日とか、2月もう過ぎてしまった2月3日のことを言う時とかの猿、そういった意味で使います。それが連体詞になる。いいかな？まあ一応ね、こう、樽の中というのがあって、それぞれに型があって、まあ有名なのがこんなのがありますよっていうので確認しておいてください。で、問題やっていきましょう。次の、まあ、棒線部ね、線が引いてあって、それ連体詞なんです、全部。大きな、いろんな、このって、大体ここに入ってるけどね。で、その連体詞が、就職している一文節に波線を書いていこうと。いいな、どれ就職してんのって話です。で、まず1個目。大きな声で言ってくださいってあるでしょ。で、これも、大きな、これ長田に入ってるね。いいね。小さなの、まあ仲間として大きながあると。で、これ連体詞なんだけど、これが大きな何なのかっていうと、これもすぐ下だよね。大きな声でだよね。で、今回は一文節で答えなさいって言ってるんで、声でまでちゃんと書いてね。いいかな？大きなね、声でねって文節がそこで切れるから。いい？で、次が、明日いろんな人がやってくるです。いい？で、いろんな、これも長田に入ります。あとね、いろんなね。で、それが連体詞で、いろんな何なのか。いろんな人だよね。で、これも文節で
切らなきゃいけないんで、人がまで入れてください。いい？で、これ両方とも大きな、結局声なんだよ。で、いろんな人でしょ。つまり声と人を修飾してる。で、声と人ってのは両方体現です。物の名前だからね。体現なので、その体現を修飾する。つまり、連体修飾語になってるんです。いいね。で、5番。妹から借りたこの本は面白いです。で、これ、この、これ、野型に入ってる、このね。では、連体詞。この、何なのかっていうと、この本だよね。で、文節で切らなきゃだから、本はまで入れてください。いい？これが答えになる。で、次。あいつは大した男だっていうね。で、この大したもあるね。たがたに入ってる。つまりこれ連大使です。で、大した何なのか。大した男なんだよ。で、文節で切るから、男だまで入れてください。で、最後。その綺麗な写真を見せてって。で、その、これも野型に入ってます。連大使ね。じゃあ、その何なのかって。で、間違っちゃいけないのが、これよくやりがちなんだけど、連体詞ってすぐ下にもう修飾してるのがある感じがする。全部下にあるよね。大きな声でいろんな人がこの本は大した男だって。確かにすぐ下にあることのが多いんだよ。よくある。けどないパターンもあります。これがそう。その綺麗じゃないんだよ。その写真ね。で、分節できるから写真をまで行きましょう。いい？これ、綺麗なだと、これは体現にならないので、ね、連体詞にならないと。しかも、まあ、そのって繋がってるのは写真の方だから。だから、こっちが答えになります。ちょっとね、表が引っかかんないように気をつけてください。いいかな？では、まず、連体詞の、まあ、基礎的なところ、まあ、結構、樽の中も含めて、こう、探し方。連体詞がどれで、まあ、今回書いてあるけどね、連体詞がどれで、どれを修飾してるのか、っていうのを確認しておいてください。で、次が連体詞丸2でもうちょっと突っ込んだ内容をやりますので、まずここを固めてもらって、で、次の方もぜひね、見てみてください。では、今回は中学校国語連体詞丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はさっきも言ったように丸2でもうちょっと突っ込んだ内容をね、やりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。